武田山と檜山です。太田川が流れています。倉庫さんです。近くには牛田山があります。お寺の本堂から上がって奥の院の参道に入ります。松笠観音寺です。奥の院まで電柱がついてるようですね。沢沿いに登っています。緩やかな道です。見えてきましたね。阿武山です。奥の院まで160メートル。厳かな雰囲気になりました。展望台があるみたいですね。行っていきましょう。綺麗な山道です。15時半です。晴れた道いいですね。ここは分岐ですね。あ、展望台行ってきましょう。往復100分岐から100メートルです。岩場が出てきました。展望台です。わあ、日が経ってあったかそうです。虫が飛んでますね。電車が通ったんですね。隠れました。阿武山です。権現山、そして野取山があって新谷山、安佐動物園の方です。太田川が流れていますね。武田山や檜山は陰っています。太田川の河口、南西の方角です。海が見えます。宮島が見えています。左は松笠山の山頂方向です。まだ 1.3 キロあります。南東の方には五差相山が見えてるんですね。そして東の方かな、二つが定山があります。分岐に戻って山頂に向かっています。なだらかな山上、たまに岩があります。
15時45分右に松笠観音寺に行く道があります。分岐から2分、小峰のピークです。ここに三角点があるんですね。車道と山道が並んでいるところです。山のピークが見えてますね。あそこでしょうね。二つが定山です。分岐です。16時です。向こうに行けば憩いの森です。1キロ先です。分岐のすぐ上に反射板がありました。山頂ですね。松笠山山頂374メートルです。もうすぐ桜が咲きますね。二つが定山です。右奥に高千穂山が見えてるんでしょうね。そして五笹荘山の方です。南への縦走路があります。海が見えないのが残念ですね。滝田山や檜山が見えています。ここに踏み跡がありますね。あれ、ちょっと入ったここ山頂の近くだけど宮島が見えるんですね。いいところ見つけました。よく海が見えています。太田川の河口です。三角巣も見えています。双葉山があります。ブッシャリ島の向こうに広島駅があります。平和公園、こっちの方でしょうかね。16時11分元の道を戻りましょう。16時24分分岐まで戻りました。今度は左に下ってみましょう。奥の院に戻ってきました。日が傾いてきましたね。同じ道を電柱沿いに下っています。あ、こっから宮島見えてるんですね。正面から風が吹きます。ここの分岐左に行ってみましょう。前回は沢沿いのこっちを下ったはずです。たくさん岩があるところです。夕日が当たる時間ですね。お城みたいな岩です。水が流れてきています。
16時55分お寺の本堂に降りてきました。登山時はあそこから登ったんですね。江坂駅です。17時です。